3回目にして私が仕掛ける番が来たぞー。やったですね。山田さん、今日はですねスペシャルゲストを呼んであります。その人、私が仕掛けてやろうと思います。その選手はこちらです。豊田さん、私とシングルマッチだと思ってませんか？私実は今日レフリーです。豊田さんにはねスペシャルゲストを呼んでありますから。呼んでありますから。シングルマッチじゃないんです。1対2のハンデキャップマッチとなりましてですね、大岡トヨタ組対超大物スペシャルゲストです。好きでないし。はい、騙されましたね、2人揃って。それでは皆さん、スペシャルゲストよろしくお願いいたします。頑張れ、おい。刺さってます。おのとさまみ、ほらほら、まんまだ、ほら帰っちゃうんじゃねえか。ふりだって、ふりだって、めふりの言うことは絶対。ジャガーさんも俺で見ていますよ。トヨタさん試合放棄して帰るなんてジャガーさん怒られますよ。すげえ、すら。オオカちゃん頑張ってね。トヨタさん頑張ってください。頑張って。拍手しない。
違うの。罰ゲーム。罰ゲーム言うって。二人握手しましょうか。いいっすか。なんかだって変わなんか変わってるもん。やだ。頑張れ。やだ。絶対やだ。握手しましょう。やだ。下がろ。Thank you.
ほんまにお前騙されて思った。何があったかと思って。
で何でもやるって言ったじゃないですか。まだだってあそういう問題になってるいやでも豊田さんまたいっぱい出してっていう来たんですかもしかして。じゃあじゃあもう次回白鳥で入場します。今日普通なんだなと思うね。桜花と試合で普通でしたか。普通じゃなかったよ。だから待ってよ。だから本当にもうね何より精神的ダメージなんだよ私だってね、すごい毛だらけだよここ本当でした。出てたやつまだあのまだ結婚も結婚もしてないまさらの女性です。そうよ私もよ。そんなの知らねえよ。本当はいいのよ。なんでだよ。この試合をもしやあたやつが結婚するような人が見たらどう思うのよ。見てない、見てないから大丈夫ですよ。どう思うのよ。行かないでしょ結婚しないでしょするよ。そろそろ高齢出産になるんで早くないですよ。うるさいよ。ジャガーさんもいるのでいろいろ聞いた方がいいと思います。うるさい、うるさい。今おいくつになられたんでしたっけ。はい聞きすぎたねえ後でちょっと来てね後で控えすね。今先控えしてきてね。入場終わったらわかりました。ありがとうございました。そこにちょっとあかんねん。待ってほんまにちょっと触ったら肩抜けんねん。あかんねん。マジでほんまにごめん。ほんまにごめんやけどもう帰って閉めなあかんから最後ちょっと最後の試合でお客さんに申し訳ないだろう。だからこれが頑張るフェスタです。何か勘違いされてませんか皆さん。これが頑張るフェスタですよ。あとお前次回の頑張るフェスタ覚えたけよ。本当に覚えたきます